ラブリーラブリー、超ラブリー、こんにちは。さあ、今日はですね、超スペシャルゲストを呼んでおります。こちらです。じゃじゃーん、パパです。本当の私のパパでございます。パパがたまたま今東京に来てるんで、じゃあ YouTube 一緒に撮っちゃえということで、パパも出てもらうことになりました。ママから呼び出しがかかるんで。まああれがあったからオリンピックまで行けたと言っても過言ではない。最後の全日本選手権も見に来てくれてて、演技終わった後パパ号泣してたんです。うちね、ママがすっごいキャラが濃くて最強なんですけど、実はパパも結構キャラ濃くて。そうだな。そうだよ。パパさん意外とちょっと見たことなかったんで。そうですよね。パパさん一体何してる方なのかな。パパさん一体何してる方ですか。最初働き出したのはショッピングセンターの、で働いてたんだけど、で親父があの飲食店をやってて、結局引っ張られて、で親父が後を継いで、あのショッピングセンターの中で、あのなんていうの、チェーン展開してる飲食店、まあ、うどんとか新麺とか、ラーメン丼とかそういう店と、あとお好み焼きの、焼き物の店を細々とやっております。社長さんだったんですか。そう、パパ社長さんです。ね、テレビ一回あるよね、出たこと。あのさ、ロケの時に途中で会ったじゃん。あ、会社のところでね。そう、なんか名古屋でロケしてる時に、なんか会社の近く通ってパパに連絡したら、パパ出てきてくれて、春菜さんに挨拶したよね。そう、じーっと見てたら、ずっと喋りっぱなしだったんだけど、あんちゃんの方が先に気がついて、そう誰とか言って。それしか出たことないから。いや、YouTube、実はね、小学校3年生ぐらいの時に、花がパパが。パパが、あの夏の、あの夏休みの前の終業式の時に、通知表をこう見て、でそれをあの要はニュースで、今日からあの終業式で明日から夏休みっていう、なんかニュースをやるので通知表を開いて、じーっと見ててくださいとか言って、で途中で隣のその通知表を見て、そのシーンを撮りたいからって。すごい。それが一番最初。ああいうシーンってナチュラルじゃないの。演出がありました。演出だったんだ。それが最初なの。そう。知らなかった。その後はね、コマーシャルも。コマーシャルも出たことあんの。たまたまだけど、シーホダカ温泉にみんなであのスキーに行って、露天風呂があって、そこへあのスキーの後に帰る日に朝に入って、そしたらね、こうなんか撮影やってる、何で覗いてたら、一緒に入ってくださいとか言われて、で、松酒屋も立たれて、奥飛騨温泉郷の宣伝にパパが入った。CM をエキストラで出てた。温泉は最高だなーとか言って、このバスだけのパークだね。それのいつぐらいなの、パパが。あれは26ぐらいかな。ほら、だからもっと前か、24、5の時なのかな。私が全然誕生する前だよ。すごっ。結構流れたらしいんだけど、パパはまだ一回も見たことない。そうなんだ、すごいね、パパ。だからでも3歳ぐらいからもう私がスケートやってるから、すごい大変だったよね。大変だった。やる、あんたたちがやる分にはいいけど、ママから呼び出しがかかる。仕事してても、かなか言うこと聞かないから、お姉ちゃん言うこと聞かないから、ちょっとお怒りに来てとか言って、それが1日2回3回だ。そう。あれがもう大変だ。そう。でもちゃんとパパ来てくれるの。え？だからもうそれが怖かった。別に怒るわけじゃないんだよ、パパが来ても怒るわけじゃないんだけど、なんかもう呼び出しされてるっていうのがもう怖いじゃないですか、子供の頃って。だからママが練習中にパパ呼ぶよって言ってパパに言われて、だからパパが出張の時すごい嬉しかった。そうなんだ。そう、
トイレにいつもカレンダー飾ってあって、ここからここまで台湾とかなんかあって、あそういう時はよしここ1週間いないぞみたいな呼び出しないぞみたいな感じだった。そうなんかすごいママにはね結構呼び出されてたよね。そうそうそう、もう行くまでもうあのずっと電話が鳴りっぱなしで、会社の内線まで電話かかってくるので、業務妨害です。あれが嫌で嫌でも、でもまああれがあったからオリンピックまで行けたと言っても過言ではない。あ、ね、ね、うん、でも本当いろんなことあったけど、オリンピックもパパ来てくれたもんね。行きました行きました。そう、お姉ちゃんと一緒になんかツアーみたいなの参加したもんね。そうそう、最初は、まあ、オリンピックの場合は、うん、俺はもういいやとか言ってたんだけど、うん、周りの連中が絶対行かなあかんで、一緒に行くようなことだからとか言われて、うん、じゃあでもバッあの早くあのツアーとかも一般の人が取っちゃって、そうだよ、ね、飛行機の便がなくて、うん、大変だったんだけど、なんとか見つけれて、うん、で一泊一日っていう強行スケジュール聞いたことないよ、ね、お姉ちゃんと一緒に行きましたよ一泊五日。そうそうそう、トルコのイスタンブール経由で、うん、初日はイスタンブールに夜中に着いて、朝まで飛行機はないんで、うん、6時間トランジットして、じゃあ飛行機で空港の中で寝た、うん、いる、たまにいますよね海外の空港とかただそういう人も結構多くて、うん、椅子の取り合いっていうか、へえ、そうなんだ。そうそう、でお姉ちゃんはあのソファとかっていうか、あの椅子のところに寝るとか言って、うん、でパパはレストランでちょっと時間潰すとか言ってたけど、レストランも2時間ぐらいしか入れない、あとどうしようもできない、あれちょっと疲れたなと、うん、で帰りは12時間トランジットで、さすがにあのイスタンブールのあのなんちゃう市内観光入れてもらって、うん、楽しかった。そっちの方が印象が大きい、娘のオリンピックですよ、うん、そうでしょ。でもなんかソチでもすごい買い物とかなんかいろいろ連れてってましたよね、通訳さんで。あ、そう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 、市場があって、その市場の中であのハーブの専門店っていうか、うんうん、スパイスの専門店があって、で日本にはない調味料とかそういうあの、うん、ハーブ、お姉ちゃんが好きそう、そう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 、うん、オールシーズニングっていうような感じのやつがあって、それ買ってこうかとか言ってお姉ちゃんって、うん、でそっちでパパが買って、でうんとイスタンブールで姉ちゃんがまた買って、だからオリンピックから帰ってたら家にめっちゃハーブあっただから演技終わった後にパパたちに会場で会ってとかもあったの。でも多分そこはもう薄いんだと思うパパの中ではそっちの方が濃いはずだけどな。カナコは結構緊張して、うんうん、でなんかナーバスになってるって言うから、うん、で電話したりしたんだけど、うん、絶対出ない、ちょっと元気づけようと思ったんだけど、うん、メールしても返事来ないし、うん、なんでなんですか。いやなんか勝手ななんか思い込みがあって、一回全日本選手権でなんか調子良かったんだけど、コールされて先生のところでこうやって話聞いていくじゃないですか。その時にパッと見たらパパいたのそしたらダブルアクセル失敗したのだからそっからもうパパとは試合前には会いたくないし見つけたくないっていうのがあって、だからだと思う。先生にも言われた、あの試合の時にはパパ来ないでって本当に、ね、先生の話を真剣に聞いてて、よしパパって言ったそんなさ、だって先生がいる上にさいると思わないじゃん。そしてパパもさとか言って結構ね、なんか指定席だったんだ、うん、でそれがさ、うん、覚えてる、いつもだったらもっと上の方で目立たないところなんだけど、うん、なぜか目の前のさそうそう、うん、3列目か4列目のところで、うん、目と目が合っちゃう、言っちゃってもパパなかなかないよね、あれは。結構あれテレビに映ったんじゃなかったかな、映ったんだっけ、うん、でも一番その後の思い出としてはやっぱ最後の全日本選手権も見に来てくれてて、演技終わった後パパ号泣してた、うん、その時はもう私ももしかしたら最後になるって思ってたから、結構パパとお姉ちゃんがいい席に座ってたのよ、なんかあの時もね、なんかアリーナ席みたいなところに座っててお姉ちゃんとパパが、で
はぁみたいな感じで頑張るねみたいな感じで行って、その時はすごいいい演技でフリーノーミスで終わって、お姉ちゃんも泣きながらからの方向手振ってたんだけど、パパハンカチですこれってやってて、でパパが泣いてるとこなんて見たことなかったから、そうすごい感動した覚えてる？うん、あの最後の時に、うん、みんながもともと引退試合っていうかさ、うん、みんながこうやって、ね、輪っかっていうか、うん、手でザーッと作って、そこをずっと通り抜けて、うん、で、さよならで終わるのな。で、かなこの時なかなかやってもらってさ、うん、で、わーっとみんなで抱きついたりとか言うんですけど、うん、最後の最後にそれやってもらえたんで、うんうん、ああ、かなこもやっぱりこれで終わるんだと思って、うん、それを感動した。でもなんかその後に言われたのすごい覚えてるんですけど、なんか衣装でなんかトスカっていう曲を使ってて、でなんかそのバーンって打たれる音があって、そこから最後のステップがこう始まるみたいな感じで、すごい最後の盛り上がるところで、打たれた振り付けした後に衣装をベリってここめくると赤い布が出る仕様にその試合だけやったの。でパパにあれ最初から出とらんかったって言われてあれすごい細工したの、なんかその長すぎないとか血に見えちゃんと見えるように赤い布でこうやってて、すごいあれ試行錯誤したのに、あれあれいつ出たみたいな、最初から出とらんかったって言われてすごいショックだったそれはそうだったな、あったな、うん、あったよねあれはもうね忘れられない一言だったみたいな、もっとじゃあこうやればよかったかなとか言ってすごい反省したな、面白かったね、だからパパさんから見たかなこちゃんはどんな娘なの？いや、よく泣いてましたよ、もう本当にもう、うん、本当にやめるとか言ったら やめたくないとか言ったことで言い出して、うん、何がいいのとか言って、分かんないとか言ってよくスケートできたね、私